リーワード諸島の位置。リーワード諸島は、カリブ海のショーアンティル諸島北部、プエルトリコの東側から、ドミニカ島にかけて、西北から東南方向に連なる、小規模な島々を指す。西インド諸島の一部にあたり、南は、ウィンドワード諸島につながる。リーワードと、ウィンドワード英語のリーワードは、風下を意味し、リーワード諸島は、風下の島々にあたる。 タイ,インギ語は、風上を意味する、ウィンドワードであり、これに対応した、ウィンドワード諸島とタイになっている。D ワード諸島は、この海域で東から西へと吹く、貿易風の風下側にあたることから命名された。ドイツ語、スペイン語、フランス語、オランダ語などのヨーロッパ諸言語においても、小アンティル諸島について、風上の島々、風下の島々と二分して呼ぶ名称がある。しかし、 英語と英語以外の諸言語では、風上の島々、風下の島々の故障が指す範囲が異なるので注意が必要である。本校、リーワード諸島は、英語以外の諸言語では、風上の島々に含まれる。英語以外の諸言語で本校の島々を指す場合には、英語のままリーワードアイランズと呼称される。ただし、英リーワード諸島に含まれる新ともルテン島を拠点と、 する、航空会社は、ウィンドワードアイランズ航空を称している。英語以外の諸言語で、風下の島々と呼ばれる島々は、英称、ウィンドワード諸島の一部にあたる。これらベネズエラ沖の島々を指す名称として、風下を英語で D ーワードと訳した、リーワードアンティル諸島がある。リーワード諸島の先住民族は、カリブ族やタイの輩である。 松江はいくつかの島々で、現在も暮らしている。D ワード諸島は1493年、コロンブスの第2回公開によって、発見された。現在に続く地名はこの時に命名されたものである。D ワード諸島の島々シャーロット・アマリー、概ね西北から、東南方向へ配列している。グアドループ島やドミニカ島については、ーワード諸島に含まず、 ウィンドワード諸島に含む場合もある。D ワード諸島には3つの独立国があり、この他多くの島々が、イギリス、フランス、オランダ、アメリカ合衆国の自治領に属している。これらの島々の多くは、火山島であり、火山活動が見られる。ありがとうございます。